はい、冬になると肩が上がって鎖骨が動かない人が多いです。こっちは動いてますけど、右が動いてないと ここまで下がる、こっちは下がらない。そうすると肩こりとか首の痛みの原因につながるんです。じゃあセルフでできるエクササイズを右側やってもらうとどうなるか。あ、グンと押してください。おお、そうそうそう、力強い。 あと2回ぐらい。おお、はい、あと1回。すごい力強いで、変わるかな。あ、落ちるようになりました。わかりますわ。本当ね、わかる、わかります、わかります、ね、今の、うん、こっちもやって、こっちの方が、ね、動くようになる。あ、そうですか。こっちももう一遍、2、3回やってください。もう1回で、はい、あ、いいですよ。お、すごい、なんか、あ、今のいいですね。もう左右同じぐらい動くようになる。あ、そうですか。毎日あります。はい、これセルフケアやってください。はい、左の首も動いてなくて、鎖骨が全く動いてないです。右も左も今日はなんか睡眠不足なんですよね、はい、でもいつもよりもガチガチです、はいはい、これを今まで後続圏でぐんと僕が引っ張ってたんですけど、はい、セルフでできる方法を、ここ鎖骨が動いてないと肩甲骨も固まって、頸椎も固まります。ここから自分でこうやってぐんと下に心拍力をつけて下げてください、はい、やってみてください、はい、そうですね、こんな、あ、僕がやってしまったそんな感じ、はい、あ、そうそうそう、そんな感じ、はい、じゃあ今度はこっちは自分でやってください、はい、ああ、そんな感じ、お、いいですね、はい、憎、はい、い人になんか、はい、殴るような感じ、はい、はい、いいですよ。で、治ったかどうか、はい、はい、おー、わかりますこれ、はい、ほら、はい、動くようになってるでしょ、はい、これ時々、はい、わかりました。まあ朝起きた時にやってみてください。そしたらこうすると首も動くようになって、はい、全て良くなります。はい、ありがとうございます。